はい、船虫くんチャンネルです。かっこよくないですか。この前の日光の地方戦で優勝した車両です。今日はこちらの紹介動画です。この車のオーナーの川本選手です。よろしくお願いします。いやー、まずはおめでとうございます。ねえ、地方戦初参加でいきなり優勝でしょ。すごいよね。ねえ、で車がさ、何しろかっこいい。相当走りだけじゃなくて、結構やっぱ見た目もいろいろこだわって作ってんだよね。こだわりっていうか、まあ見た目で好きなパーツをつけてただけなの。そうだよね、かっこいいもんな。まず、あ、じゃあエンジンルーム中見させてもらってもいい？おお、ダンパー、どこ、あー、最近つけた。はい、ゴーさんがつけてんの俺も見たことあるな。もうこれだけでかっこいいね。はあ。で、ステルスガレージ、メンテナンス関係はステルスが、メンテを。大きなところエンジンの中とか組むのとかだけはステルスでやってもらって、 あとはその細かいそのアルミの溶接とかそういうのやってもらって、一緒にやれることは自分でやってます。すごいね。いろいろあれだよね。なんかほら、あの川又自身も YouTube やってて、いろんな動画ね、概要欄に貼っておきますんで、よかったら皆さん見てチャンネル登録お願いします。いやー、だからすげえなーと思ってね、みんな興味持って見てる人たくさんいるし、でエンジンルームがまたこれ皆さんすごくない？これ作り込みの綺麗さがやばい。最近ゴールドのこの巻物増えてるよね。ほんといろんな人がつけてるの見るなー。まあ、このゴールドの方は反射、熱を反射するらしくて、シルバーの方は断熱とか遮熱とかそういう用途があるらしくて、あ、色で違うんだ。なんでまあ吸気温度なんで、まあ、そこの違いよくわかんないですけど、熱をとりあえず外からの反射してあげた方が吸気温度下がるから、2タクーラー中置きにしてからちょっと吸気温度が高めなんで、あ、それはわかるな。センサーついてるんですけど、その吸気温度中でちょっとタブレットで見れるようになってて、へえ、ちょっと高かったんでこれ作って、あー、なるほどね。金色の貼ってっていう感じ。俺も吸気温度な悩んでんだよな。この中置きにすると多分その悩みの人結構多いと思うんだよな。そう、エアコンついてるんで、それで、あ、エアコンもついてんだ。あ、電ファンプラスカップリング、ちょっとこれ関わるんで夏だけなんですけど、あー、でも冷えるんだね、その方がね。ああ、そうなんだ。え、これはいいアイディアなんじゃない？他の人も。そうですね、電飯が薄いから入ったってだけであって、普通は入んないかもしれない。いやー、でも本当にエンジンルーム一個一個がね、かっこいいんだわ、本当。まあ、整備性欲っていう感じで。あー、タービンはこれは？タービンは HKS の GT3RS。GT3RS、はい。で、ブーストがいくつぐらい？この前、挑戦とかは、乗用 1.3 で、オーバーシュートで 1.5 とか。あー、とこだ、ピークでパワーはどんぐらいになるの？380とか 1.5 かけて400とかいいかな。そんなにあるっていう感じはしないです。まあでもね、十分だよね。そうです。これは進行。あ、そうです。おー、話題だよね。そうですね、つけてる人増えてるもんな。パワーもすごい出る気がします。これサージタンクは何、自分で磨いて作ったんだ。もう60点ぐらい目指して、本当ただすごいな。磨いただけです、これは。いや、でもここまであの口で言うと楽じゃないよね。楽、本当にちょちょぐらい。本当に全然こだわってないです。いやー、エンジンルームはこれは塗ってグレーになってんの？いやいや、最初からもともと車体がシルバーなんで。イグニッションコイルなんか最近あれだよ ね、 ね、なんかこのやつよく見る気がする。そうですね、これも見た目にもかっこいいね。そしたら今度運転席側をじゃあ、いろんなとこかっこいいな。こういうくり抜き1個でもね、すごくおしゃれ。これ中にパワーステクーラーいる。パワーステクーラーいんの？あ、ちゃんと意味あるんだ、ここに。へえ、ああ、ほんとだ、すげえ。こういう処理が本当にかっこいい。ライトもね、かっこいいし。はあ、サイドミラー、これはどこ製？これ Z33。 あ、Z33 か。ちょっとした加工でつくの？ここは、まあ、バンキッパーティーでちょっと設定だけして。動画で伝わるかな、ここのね、すごいグラデーションが。これグラインダータトゥーです。あー、よく聞くよね。はー、遊びでやっただけだ。素晴らしい。
で、じゃあ運転席をちょっと開けてもらって、お、メーターめっちゃ並んでる。あー、エアバッグのところを利用してあれなんだ。そうですね。あー、でこっちにもあって全部で6つか。そうですね。あ、で、あのタブレットに、あれがリンクにつながってるんですけど、うん、さあ、リンクをね車に積んである状態でこうやっていじりながらまあ走れると。だから手直しを現地でもできちゃうと。これが基本今メーターになってて、メーター、アクセルの回路とかもこういうの全部見えて、アクセル回路までとか、インジェクターにアンパー吹いてます、ノックが出てますとか、いろいろ今見えるようになってて、水温とかギアとかも全部見れるんですけど。何ギアって？いや、1速、2速、3速って。あ、そこまでわかんの、はい、え、なんでそんな頭いいの？今これはこのギア比を回転数と速度で合衆させて、それで判断しているような感じです。すげーなー。一応これがセッティングも見れるようになってて、これでどこの回転数でノック出たからどれぐらい回その点火時期落としてますとか。へー。これがブーコンのセッティング、あとアンチラグの設定と、あと普通の燃料のマップとか、うんうん、点火時期のマップとかも普通にこのタブレットで全部いじれるんで、現地ではちょいちょいってこれできるぐらい、だからすごい便利ですね。じゃあ例えば季節によってちょっとセット変えたりもするわけだ。いや、でも基本はもうこのまま今通年いけるぐらいですね。あー、リンクセッティングやってもう何年っつったっけ？リンクは2年ぐらいですかね。2年ぐらい、はい、はー。じゃあもう大体もう使いこなせちゃってるとか。それなりにはいい。いやー、これコンピューターより覚えたらすごい簡単だ。あ、そう、はい、俺、いやもう e マネージですら俺なんかよくわかんないまま終わっちゃったなまあでもやっぱ頑張って覚えたわけだもんね。そうですね。リンクはその時当時誰もやってなかったんで。あ、そういうことか。いろいろ YFC と3号エアフローを使った組み合わせがすごい調子悪くて、おうおう、エアフローレスにするってなった時に今時リンクかなと思ってちょっと勉強してやったって感じです。なるほどね。そしたらもうリンク大流行だもんね。そうですね。はあ。いやー、すげえ、本当にすごいブースト？そう、それがな、何これ？それ AF 空燃機です。あ、空燃機が見れんだ。アンチラグなんでちょっとすごい触れてますけど。で、水温、油温、油圧、排気温と。なんかメーターもこれちょっと違くない？あの、L パッケージっていう1号のちょっと高級路線のやつのリンクだけ付けてる。そうだよ、なんか見た目違うもんね。ああ、デフィで統一で。あれ、ここにあるスイッチはこれは何？これはブーストのロータリーをコンピューターで制御してるんで。コンピューターで、へえ。こいつは？これがアンチラグです。アンチラグ？これオフにするとアイドリング普通になる。あ、本当だ。オフにするとアンチラグ。ああ、変わる。すごいのついてんじゃんアンチラグ。あ、そう、すごいなんか秘密を知った気がする、やっぱ違うアンチラグ。正直体感はそんなには変わんないですけど、音がやっぱりかっこいい。ああ、乗っててはそのままやる気が出る。なるほどね。いや、すごいな。最近 GP なんかもねみんな使ってるもんね。ああ、じゃあタブレットは最後にしようか。はい。そしたら後ろ、じゃあちなみにアンチラグの隣にこれがウォータースプレーのスイッチです。一個一個ねスイッチとかねちゃんとしてるのがすごいな。普通ね適当に作っちゃうんですよ多分大体みんな。ではね、そんな川又の走りをお届けしていきたいと思います。
チャンネル登録よろしくお願いします。